皆さん、こんにちは。太田裕美さんは1970年代に人気を博したシンガーソングライターです。太田裕美さんは1955年1月20日東京都荒川区生まれ、埼玉県春日部市で育ちました。3歳から埼玉県春日部市に転居し、実家は工場と寿司屋を経営しています。3姉妹の長女で、太田裕美さんは幼少期から音楽が大好きだったそうです。8歳の小学3年生の時に家庭教師を迎えてピアノを習い始め、小学校時代はコーラス部に所属していました。中学は上野学園中学校声楽科、高校は上野学園高校声楽科に進学しています。1969年中学3年生の時、渡辺プロダクションのスクールメイツのオーディションを友人代わりに受けて合格しました。友達にオーディション募集の用紙が届いたそうですが、友達がオーディションを受けるつもりはないと言ったので、当時大好きだったザ・タイガースの沢田研二さんが渡辺プロダクション所属だったことから、会えるかもと思い、じゃあ私が受けると自分から言ってオーディションを受けたというエピソードがあります。合格後、タレント養成所東京音楽学院に入学することとなり、同期には後にキャンディーズとしてデビューする伊藤蘭さんや田中佳子さんがいたそうです。東京音楽学院への入学は上野学園が校外活動禁止だったために、上野学園には内緒だったそうです。実は太田裕美さんが4人目のキャンディーズになっていたかもしれないというお話をご存知でしょうか。かつて行われたキャンディーズのオーディションの際、最終選考まで残ったのは正メンバーとなった伊藤蘭さん、田中佳子さん、藤村美希さんの3人でした。しかし最終選考直前までは太田裕美さんやザ・ヴィーナスで活躍した石川幸子さんなども選考の対象だったといいます。結果的には3人がキャンディーズとしてデビューすることになりますが、太田裕美さんにも十分にその素質があったようです。もし太田裕美さんが4人目のキャンディーズになっていたら、一体どのような活躍をしていただろうと考えると想像が膨らみます。残念ながらキャンディーズのオーディションの選考からは外れた太田裕美さんでしたが、1972年11月高校3年生の時、 NHK で放送されていた音楽番組ステージ101のレギュラーグループヤング101のオーディションを受け、ショパンのワルツをピアノで演奏し合格しました。1973年1月から番組が終了の1974年3月まで同番組に出演し活躍しています。太田裕美さんは1974年11月にマギコロ弾き語りのキャッチフレーズとともに雨だれ白い季節でデビューしています。デビュー初期はピアノ弾き語りの曲が多かったようです。そして翌年には日本レコード大賞の新人賞を受賞するなど、新人時代から上野学園中学校の声楽科で培われた歌唱力の評価は高いものでした。1975年には大ヒット曲木綿のハンカチーフをリリースした太田裕美さんは、1976年のオリコンチャートにおいて1位のぼよげ、たいやきくんなどに続く4位を記録することになります。売上はオリコンの統計では 86.7 万枚を記録しています。両親からの歌手デビューの条件が自宅から通うことだったため、木綿のハンカチーフのヒット後も朝の満員電車に乗って通勤していたといいます。このヒット曲を引っ提げ、デビューからわずか2年で NHK の紅白歌合戦に出場することになった太田裕美さん、この後は1980年まで紅白歌合戦連続出場を果たすことになりました。4人目のキャンディーズだったかもしれないと言われている太田裕美さんですが、デビューの軌跡をたどってみると、ソロの歌手としてヒット曲を連発し、キャンディーズのヒットも何のそのという大活躍ぶりを見せています。太田裕美さんは多くのアルバムやシングルをリリースしていますが、古くからのファンおすすめのアルバムといえば心が風邪をひいた日になるでしょう。なんといっても木綿のハンカチーフの印象が強い太田裕美さんですが、この曲もアルバム心が風邪をひいた日からのシングルカットです。また太田裕美さんの3番目のヒット曲といわれる9月の雨が収録されているアルバム
こけて種も外せません。それ以前のどこかフォーク調を思わせる楽曲から一転、アルバムこけて種は都会的で夏の明るさを感じさせるようなポップス調で、太田裕美さんの新境地との評価も高い作品に仕上がっています。他には太田裕美さんのこれまでの歩みを押さえておきたいという方には、1999年発売の25周年記念 CD ボックスである太田裕美さんの奇跡がおすすめです。まさにベストアルバムと呼べる内容であることに加え、これまでに発表されている楽曲の別バージョンが収録されているなど、聴き応えのある作品になっています。太田裕美さんは1982年に歌手活動を一旦休業し、アメリカのニューヨークに留学しました。そして帰国後の1985年に音楽ディレクター兼プロデューサーを務めていた福岡智彦さんと結婚しています。福岡智彦さんは渡辺音楽出版で太田裕美さんらを育てた後、ソニーに移籍し、ゴンチチや遊佐美守らを売り出した名プロデューサーです。現在はスペースシャワーネットワークにて映画音楽やゲーム音楽のプロデュースを行うなど、未だ現役で活躍中です。福岡智彦さんと結婚した後、1989年に長男を出産した太田裕美さんは、2年後の1991年に次男も出産しています。2人の子供の出産と育児により、子育てメインの生活となった太田裕美さんは音楽活動を一時縮小しました。この間、子供のためにと思った食生活の見直しなどが自身の健康にも良かったとコメントするなど、充実した生活を送っていたことがわかります。太田裕美さんの2人の子供たちは芸能活動などはしていないらしく、情報はありませんが、無事に成長していればすでに立派に成人していることでしょう。太田裕美さんは人気漫画こち亀に登場しています。惜しまれつつも2016年9月に40年にわたる連載を終了した漫画こち亀が連載をスタートしたのは、太田裕美さんの木綿のハンカチーフがリリースされた1976年です。そのためこち亀の主人公である涼さんこと涼津寛吉は太田裕美さんの大ファンだったという設定で、太田裕美さんは準レギュラーとして作中に登場しています。こち亀では涼さんが警察官として太田裕美さんのコンサートの警備をするエピソードなども描かれていますし、第3巻には太田裕美さんによる後書きも載っています。太田裕美さんは当時のエピソードとして、自分の子供たちには歌手太田裕美さんの印象は薄かったものの、こち亀に登場していたことで初めて息子に褒められたと明かしています。2人の息子たちの子育てにより活動が控えめだった時期もありましたが、1996年にはライブ活動も再開している太田裕美さん、その後は徐々に音楽活動を本格化させ、元かぐや姫の伊勢正蔵と元ガロの大野真澄との3人でなごみずというユニットを結成し、コンサートを行うなど幅広く活動しています。本人も40代から好きにやらせてもらっているとコメントしている通り、さまざまな経験を経て再び音楽の現場に戻ってきた太田裕美さんは、今後私たちのもとへより自由で多彩な音楽を届けてくれることでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。